否定する。それは幸せであるとは神が。ボトン、大炎の術。世界にあだなすのなら容赦はできぬ。 この戦いまだ終わらぬようじゃな。 なるほど、この体十尾が入っている分すり抜けはできないか。 だが何の問題もない。 俺だけの攻撃を受けて平然と。 お前たち死人に未来を語る権利はない。お前たちはただまず過去に眠っていればいい。おっちゃんたちが。なんだ今のは。奴のせいにある黒い玉、それを爆発的に拡大させたのだ。二代目のおっちゃん。安心しろ、やられたのは全員分身だ。 あそっか、そうだった。しかし、あの男厄介な相手だぞ。俺は今忍びの祖と同じ力を手にしたのだ。今までのお前らの常識では測れんぞ。オビト、お前がなりたかったのは火影のはずだ。どうしてこんなことを。今さら説教か。遅すぎやしないか先生。 あんたはいつも肝心な時に遅すぎるのだ。俺の死が火影でよかったよ。おかげで火影を諦められた。確かにあの時すぐにオビトだと気づいていれば、俺がオビトを止められたかもしれない。この忍び世界がこんなことにならなかったかもしれない。俺の死でありながら
俺に気づきもしなかった。所詮そんなもんだ。結局のところあんたの歩んだ道は失敗そのものだった。おかげになれなかったお前がおかげをバカにすんじゃねえぞ。何よりおかげになった俺の父ちゃんをバカにすんじゃねえ。大丈夫だってばよ。俺知ってっから。この葉の誰より人海中の誰よりオルビトなんかより父ちゃんが何一つ失敗してないこと一番よく知ってっから。だから行こうぜ父ちゃん。ああ行こう。誰がそんなこと決めた。俺たちは負けねえ。螺旋武功指名隊一式はそれそれ予想通りエールが遅い。少々黙らせるか。なぜだろう。まるでクシナと一緒に戦っているように感じる。準備が見えませんが。いやそれあうっとうしい。距離を取るか。準備完了だ。はっ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 どんなにすげえ力を手に入れても俺たちは絶対に諦めねえ。いくら回復しようがダメージは与えられるんだ。連合のみんなで力を合わせればどんなに強いやつだって絶対にぶっ倒せる。